はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。4時半になりましたね。3月は18日のマンデーでございまして、これは昨日ニューズウィークに出ましたですねコラムでございまして、外国人リレーコラム東京愛というシリーズでして、株価は最高値更新なのに日本人の気分は暗すぎる、このギャップをどう考えるクエスチョンということで、書かれているのはですね、医師のシャラハンさん、異文化コミュニケーションアドバイザーでですね、イラン人らしいですね。お名前は石野ですけど、多分石野さんという日本人と結婚したんでしょうね。シャラハンさんという男性でございましてですね、もうおっさんですね。50ぐらいの、写真見ると50ぐらいのおっさん。なかなか面白いですよ。2月に日経平均がそれまでの史上最高値を更新した。1989年12月につけた最高値を実に34年ぶりに更新したのである。89年12月あなたは何をしていましたか。私、サラリーマンでしたね。しがないサラリーマンでございました。振り返ってみればまさにバブル最高潮のあの時のご自分を思い出されるだろう。あとバブルはあっという間に崩壊し、どん底の景気で銀行や証券会社が潰れた。就職氷河期や非正規雇用問題で若者が苦しみ、口を開けば誰もが景気が悪いと言い続けた。来日して20年の私はずっと不景気の日本で暮らしてきたが、34年を生きた日本人にとってはつくづく暗い年月だっただろうと、この方おっしゃってるんですけど、その34年を私はですね、27歳から現在まで過ごしてきました。暗かったかなというとですね、暗くないです全然。はっきり言って、景気悪いなと思った時期は実はあんまりないですよ、私にとっては。2009年ぐらいが一番暗かったというか景気悪いなという気がしましたね。実際私もですね、これはあかんなと、いよいよ自己破産しなあかんかなぐらいのことを思っていたのが2009年でした。それ以外はですね、まあ危機は何回かありましたけど、そんなにこう暗かったかというとそうでもないですよ。私の周りはね、2009年は大変だった。2009年からね、12年まで、2009年の終わりから12年まで民主党政権が続いたでしょ。あの時はね、確かに閉塞感がありました。この先何も希望ないやんという、何これ日本どうなっていくのみたいな、政治が悪かったでしょ。で11年には東日本大震災があってですね、で民主党政権があたふたしてたでしょ。うわあかんやんこの国と。確かにあの時期暗いっちゃ暗いですけど、私自身はへーってやってましたよ。本を何冊か出してね、いやこれからこの道でやっていこうという滑り出しの頃でしてですね、もう私は悪くなかったですけどね。続けましょうか。日本が長い経済の低迷で沈んでいる間に、他の国は浮き沈みはあっても成長基調で、日本人にとっては物もサービスも高くなってしまった。海外への飛行機代もブランド品も以前の 2,3 倍の価格になったと感じられる。それはそうですね。20から30年前は日本人がこぞって訪れていたハワイも現地の物価が高すぎて、スーツケースにレトルト白米を毎食分詰めていくというのも笑い話ではなく現実だ。僕ね、そこまでしてハワイに行きたくないんですよね。最後に行ったのが30年ぐらい前ですけどね、33の時ですから29年前かな。まあまだそんな全然高くなかったんですよ。日本の物価と比べてちょい高かなぐらいの感じでした。私もニューヨーク旅行の計画を立てていたのだが、一人40万円という飛行機代のため断念した。アメリカ在住の友人に言わせると40万円は決して高くはないらしい。2021年のアメリカの世帯所得の中央値は1100万円。すごっ。日本は423万円。日本は随分貧しくなってしまった。そうかもしれませんね。
相対的には貧しくなりましたね。日本国内で暮らしている分にはね、この34年で生活水準が落ちたかというとですね、落ちてない人がほとんどだと思うんですよ。ほんで上がった人もいますし、もちろん落ちた人もいるでしょうけどね。だからその長い低迷がやっと終わりかけているのが希望の光いるのか、希望の光が差してきた気がする。株価だけでなく日本の企業の業績好調で、今年の春闘も賃上げが期待できるし、すでに賃金を上げている企業もある。日本経済のひいては日本の未来が少しずつ明るく見えてきた。しかしそのような話を日本人にするとネガティブな反応が返ってくる。いわく実質賃金は下落が続き、株高の要因も通貨安での企業利益のかさ上げ、輸入物価高によるインフレが主な原因だと、うにゃうにゃと書いてあるんですね。でですね、最後の方にですね、こういうことを書いてあるんですね。そうは言ってもやはり変化の兆しが見えるのは良いことだと。日本株の上昇はまだ実感が乏しいかもしれない。だがマネーゲームだったバブル期とは異なり、東京証券取引所がうにゃうにゃうにゃと書いてあってですね、最後にですね、まだ時間はかかるだろうが、できることがあればなんだってやってみる。そうすれば希望が生まれる。希望がない人生は暗い。今の日本に最も必要なのは、もうじき今より生活が良くなるという希望だ。そう言われてみればですね、確かに希望はないですね。そこで終わってますけど、医師のシャラハンさん、1980年のテヘラン生まれだそうでございます。今44歳になろうとしてるんですかね。2002年に留学のために来日、2015年、日本国籍取得と。でもこの方のこの文章の基調は明るいですね。希望があるかないかというのはないですよ。日本が良くなっていくかというとですね、僕はまあないですね、希望は。ですね、悪くはならないという感じはしますよ。ただ日本ってね、この先ですね、どよんとしたですね、こう成長ができないですね、国になってしまったんちゃうかなという気がしてるんですね。でやっぱり何よりもこう未来が今より良くなるかっていうと、ふーんという感じですね。まあ今が続けばええやんぐらいの感覚でしょうね、私の場合は。で明るい未来が待っているとは、まあ、私もこの年ですからね、思いませんね。待っていてほしいですけどね。やっぱりね、こんだけドヨンとしたのは、私はですね、僕のあれ考えですよ。やっぱりね、金利がないっていうのは大きいんですよ。金利がないと世の中引き締まらないわけですね。でそのバブルみたいになってしまいますしね。で金利がないというのとですね、あとやっぱりいつも言うことですけど、解雇規制がですねあるせいでですね、ものすごい折りが溜まってるんですよ、この社会にですね。まあ、いわゆる働かないおっさんたちですね、あいつらを全部整理してですね、吐き出して成長できるようにすればですね、日本社会も多少は明るくなっちゃうかなと。結局それがですね、税肉を落とすことですから、若者に希望を生み出すんちゃいますかね。どんどん正社員で採用してですね、まあ、40代の氷河期でもいいやん、正社員で採用して赤方すぐ首いたらええねんと、そういう調子でですねやっていけばですね、日本もですね成長軌道に戻るんちゃうかなと思うんですよね。やっぱり日本の成長をですね、こうなんて言いますかね、足引っ張ってるのはもうこの解雇規制ですよ。外国規制とですね、異次元金融緩和というのとですね、世の中に対する甘やかしですよ。これを取っ払って、おら、お前ら働けみたいなですね、稼げみたいな、こう、なんて言いますかね、こうちょっとスパルタっぽいですね、無知をパンパンとですね、社会に与えていってですね、やっていくのがいいんちゃいますかね。で、もちろんね、救済策はいっぱい考えとかなあかんのですけどね、必ずこぼれ落ちる人がいますからね。彼らに対する救済は考えなあかんのですけども、でもとりあえずこう成長できるところは成長しなあかんのに、今の日本社会は成長できる部分もですねドヨンとしてると。これが34年の停滞を生み出した一つのですね大きな原因ではないかなと
私は思っております。はい、このシャラハンさんの、シャハランさんか、シャハランさんの言うこともまあ一理はありますけども、希望を持てっていうの。でも希望はですね、希望はですね、今の社会では持ちにくいというふうに私は思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。